戦争法強行から丸5年、戦争法を廃止、命を守れ、改憲発議止めよう、9.19国会専門前行動を始めていきたいいと思います。次女、享女、公女と第一に自己責任を強調する自己政権か、市民の命と暮らしを重視をして、政府の役割を位置づける野党共闘の政治か。 盛りかけ、桜木役は終わったとの姿勢に終始をし、行政私物化を改めようとしない政権か、それとも安倍政権の腐敗の徹底究明の野党共闘か、憲法破壊の政治か、憲法に基づく立憲主義に徹する政治への転換か、対立軸,対立軸は極めて鮮明ではないでしょうか。総選挙で 自公政権に代わる政治を何としても実現をしましょう続いて日本共産党委員長志位和夫さんお願いいたします皆さんこんにちは日本共産党の志位和夫です安保法制戦争法の強行から ちょうど5年になりました菅政権に変わりましたが、安倍政権を継承すると言っている、しかし、憲法違反の安保法制を継承させるわけにはいきません、まずこれを廃止するという決意を固めようではありませんか。今 安保法制の危険をとりわけ深刻なものとしているのがここにも横断幕出ておりますが敵基地攻撃能力の保有の動きですこの敵基地攻撃とは何か生やさしいものではありません7月に参議院の外交防衛委員会で河野当時 防衛大臣がその中身を赤裸々に語りましたで彼は現行憲法で敵の基地を叩くことは可能だと強弁した上で敵基地攻撃とは相手国の領域でまず防空レーダーなどを破壊無力化し 制空権を確保した上で、ミサイル基地を破壊、無力化し、さらにその効果を把握した上で、さらなる攻撃を行う、そのオペレーションの一連のものが敵地攻撃なんだと、こう言ったんですね、つまり一発ミサイル撃つって話じゃないんです。相手国の 領域までで乗り込んでってミサイル基地をひしゃみつぶしに攻撃して、焼け野原にしちゃおうって話なんですよ。皆さん、こんなものが憲法9条の下で認められるわけないじゃありませんか。しかも、重大なことは、政府が安保法制による集団的自衛権の発動として、 敵基地攻撃ができるのかという質問に対して、否定しなかった、昨日の東京新聞が報じているとおりです、こうなりますとね、日本に対する攻撃は全くないのに、米軍と自衛隊が相手国の領域まで乗り込んでいって、一緒になって攻撃する、一緒になって相手国を焼け野原にする、これができるようになるってことじゃないですか。 安保法制プラス敵地攻撃能力恐ろしいですよこんな道は絶対に許すわけにはまいりません僕は皆さんこの点でも安保法制を生きながらしさてるわけにはまいりませんやはりこの法制をみんなで力合わせてきれいさっぱり廃止し日本の国に立憲主義を回復する この決意を固め合おうではありませんか皆さん、この5年間振り返りますと、今お話した危険な動きとともに、希望ある動きも起こってると思います。5年前を目指しますと、安保制の最終盤、8月9月、この国会前で、野党は共闘。このコールが き起こりました私、何度もこの場で訴えて、市民の皆さんの気持ち、痛いほど感じておりましたけれども、その声に背中を押されました、9月19日に戦争法が強行されたその日に、この憲法違反の法律ばかりは、認めるわけにいかない、数の暴力で通されたからといって、そのままにしてお,きおくわけにいかない。 これはやはり廃止しなくちゃいけない、そのために戦争を廃止の国民連合政府を作ろう、そして野党は選挙協力やろうじゃないか、こういうことを呼びかけさせていただきました、それから5年間、みんなでやってまいりました、野党の皆さんとずいぶんスクラム組んで、たくさんの友人が全国に、この間、作られたのは本当に嬉しいことですが、3回国政選挙、共闘で戦いました。 2016年の参議院選挙、17年の総選挙、19年の参議院選挙、いろいろと複雑なこともあった、逆流もあったけど、皆さんの力で共闘が一歩一歩前進してるんじゃないでしょうか、そして大きな成果があった、私、その最大の成果はね、安倍9条会見を許さなかったことにあると思います。野党共闘がなかったら 今頃、救助を変えられたかもしれない。これは皆さんの力です。皆さんが勝ち取った大きな勝利じゃないでしょうか。ここで、いわば山登りで言えば私は、あの、アプローチが済んで、いよいよアタックってとこだと思うんですよ。いよいよ頂上に登ろうってとこだと思います。それを象徴する出来事があった。先ほど辻本さんからもお話ありましたけど、臨時国会の 首相指名選挙で、野党がみんなで枝野代表に投じ,投じました。衆議院134票、参議院78票、ちょっとまだ足らないけど、これ皆さん、政権交代見えてきたんじゃないですか、衆議院の134票っていうのはね、プラス100票、あと100票増やしたら、これ、 政権交代ですよ大手かかったんじゃないでしょうか私本当にそういう点ではアプローチをずっと登ってきていよいよアタックだというところまで来たと思うんですよ私ここから先やはり総選挙で勝たしてほしい総選挙で勝つためには三点セット必要です一つは野党として自公政権に変わる政権構想野党連合政権の 合意をしっかり作って示す必要がある、これやってこそ本気度が伝わる、二つ目に、その政権が実行する、政権公約をみんなで練り上げる必要あるんじゃないでしょうか、菅さんは、自助、共助、公助なんて言ってますね、自助、共助なんてね、政治が言っちゃだめですよ、政治がやるべきは公助、公の責任を果たす、これに尽きるんじゃないですか。 そういう新主義的な方向に決別して、新しい社会をつくろう、これでも野党みんな一致してる、それをベースにして、しっかりとした政策を作る、そして3つ目に選挙協力やる、この3点セットを揃いましたらね、政権交代できますよ、政権交代やって、安倍政権の負の遺産を全部一掃して、新しい政治をつくるために、どうか皆さん、力を合わせて頑張ろうじゃないですか。 私たちも、頑張れの決意を申し上げまして、ご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございます。